荷物が来たらコンテナから下ろして発送地域ごとに置く。仕事はそんだけだ。もたもたしたりサボったりしてたら容赦なくこいつでぶん殴るからな。おい女。はい。読み書きはできるか。はい。足し算と引き算はできます。よし、お前は事務係をやれ。わかりました。おら、こんなもんへでもねえ。だけどあんま無理するとスタミナ切れちまうぞ。あいつみてえにな。情けねえな。ちくしゃ、なんで最後だけジムなんだよ。俺だって足し算くらいできるっつうの。おい、箱の中身を見てみようぜ。なんだこれ。こいつはフカヒレだな。一級品か、それとも三級品か。俺が分かるわけねえだろ。こっちは干しアワビだな。食ったことねえが高級食材だぜ。なんだこれ、ただの紙じゃねえか。中華料理に紙なんて使うのか。知らねえよ。日本料理じゃ食材を蒸したりするときに和紙を使ったりするけどな。おいそこ、何してる。すいません、今すぐ仕事に戻ります。いいか、荷下ろしが終わったらタンカーから営業担当が伝票を持ってここに来る。営業担当の人？俺たちに商品を売った人間だ。営業担当が持ってくる伝票に書かれた金額を払うのがお前の仕事だ。很高兴这次的合作十分顺利。こいつが伝票だ。ちょっと、私中国語なんてわからないんだけど。構わん、見るのはここ金額の欄だけだ。そしたらこの金庫から金を出して渡す。谢谢。我下星期也会再带好东西过来的。今のって日本円でいくらなんですか？800万円ってとこだ。800万を現金払い？中国人民元での現金一括払い、それがうちの売りだ。売り主からしたら面倒くさい手間が省けてすぐに金を手にできる。多少買い叩いても本土の連中がうちに品物を下ろしたがるのはそういう理由だ。なるほど。分かってると思うが、金をくすねようったって無理だぞ。倉庫の中のものは全て管理されているからな。もしも妙なことをしたらただじゃ済まんと思え。まさか。
くすねたりしませんよ。お、マジか。人への愛なんてなかったのに、暴力が怖くて、でも一生懸命変わろうとしてる黒井さんなのに、白子、私ごめん、今回だからこそ私に、僕はまだ中途半端だから、もうちゃんと仕事に行ったから、ごめん、そのみ、私だから、あいつらの未来。
畜生、シャンプーかと思ったらもうローションだったぜ。ふう、気持ちよかった。あれ、もう風呂上がってたのか。すまねえ。別に、男の裸なんて見慣れてるわ。まあ、それもそうか。足立さんとナンバーは？まだお風呂でしょ。それより今、食材の仕入れ値を調べてたんだけど、今日、ハンピン貿易公使が仕入れた食材だけど、仕入れ値はどれも結構高価ね。普通に一級品の価格だわ。ってことは、買ってるのは三級品じゃなくて一級品。食品偽装じゃないのか。ええ、多分。現金一括払いだから多少は値引きされてるけど、買い付けに関して怪しいところがないのを見るとその線は薄いわね。マジか。でも問題は売り値なのよ。売り値？例えばこのフカヒレ 100g1 万円で仕入れてるの。あんたならそれをいくらでレストランに売る？儲けを足して2万とか。ところがハンピン貿易公使は1万円で売ってるみたいなの。え？1万で仕入れたものを1万で売るって？それじゃ何の儲けもねえじゃねえか。そういうこと。ボランティアでやってるとしか思えないわよ。そんな商売してたら経費ばっかかかってあっという間に会社が潰れちまうだろう。それがあの会社は潰れるどころか年々利益を上げてるのよね。どういうからくりになってるのかはまだわからない。今度の出勤の時には伝票だけじゃなくて帳簿を見れたらいいんだけどね。帳簿って？怪しいとすれば脱税とかかもね。調べる価値はあるわ。あんま無茶すんなよ。あそこの奴らはハンピン・リューマンなんだ。へえ。私のこと心配してんの？私なら全然大丈夫。心配だよ。当たり前だろ。当たり前？そうさ、俺たちは仲間なんだから。仲間なんだから当たり前か。なんか変か？正直言うとね、仲間なんて私今までそんなの持ったことなかったから。そういうのって映画とか漫画とかそういうのに出てくる綺麗事だって思ってたんだよね。少なくとも私には縁のないものっていうか。そんなわけねえ。実際俺らこうやって一緒にいるじゃねえか。そうよね。そうだよ。ドラクエだって仲間がいなきゃクリアできねえんだぜ。え？それってテレビゲームの？ん？おう。でも実際そうだろ。変な人。変で結構だよ。どうせ俺は。ありがとう、あんたたちの一番の仲間に入れてくれて。うん、どうした？なんか深刻な話か？うん、まさか。今からまだまだ大変だぞ。よし、今夜ケーキ漬けにここで一杯やろうぜ。でも打ち合わせがよ。店長の形見の大入りあるだろう。ダメだダメだ、俺は大切に取っとくんだ。ケチくせえこと言うな。店長だって天国からいいよって言ってくれてるって。勝手なことばっか言うなよ。それは俺が絶対に許さん。足立さんは酒のこととなると人が変わるんだよな。なんだよこれ。ここは廃業したってのに今さら何の用だ。皆さんご覧
覧ください。この不潔極まりない建物、そうソープランドです。我々の熱意あふれる活動の結果、つい先日この悪しき店は閉店へと至りました。おお、我々の勝利です。この町に救う大きなグレーゾーンの一角が崩れ落ちたのです。このまま手を緩めてはなりません。この一帯すべてのグレーゾーンを浄化していきましょう。おお、この店は今夢中だ。あんたらにお構いする気にはなれねえんだがな。おや、まだいたんですか。我が町の外中の皆さん、お構いする気はねえっつったぜ。もうこちらの店はあなた。そうだ、ほら聞こえだろ。せいぜい声上げるとこまでにしとけ。俺らに手出す気ならそれなりの覚悟がいるぜ。見ましたか皆さん、今だ時だ。今日はクソ、お前らみたいなのが社会の敵。さあこちらの自分なんののにつね、だから首をつく大掃除を。何するんだ。消えな、クソ野郎。よせよ。ダメだぜ、サッチャ。なんでよ。バカが。もう遅い。警察に通報してください。今のは立派な暴行事件だ。こんな奴にはビンタじゃ足りねえよ。え、クソ野郎、こんぐらいやられた。支部長がやられた。お前ら出番だぞ。なんだバットなんか持って、野球でもすんのか。つまりそっちも最初からやる気だったってことじゃねえか。やっちまっていいっすよね、支部長。当然だ。先に手を出したのはこいつらの方だからな。行け、同志たち。全ての汚れを漂白だ。ブリーチング。崩壊するな。容赦しねえぞ。よし、なめんなよ。やってみろ。来なよ。なめるなよ。なめるなよ。かかってこいよ。ほら来いよ。なめんなよ。かかってきなよ。なめるなよ。かかってこいよ。やってやるぞ。なめんなよ。ぶっ飛ばしてやる。来やがれ。見てろよ。はあ、かかってこいよ。やってみろ。あっち。ほら来いよ。やめんなよ。俺の番だな。なめるなよ。おい、誰がいいか。来やがんのか。こいつに決めた。デリバリーよろしく。行きます。はあ、あやるか。
めるな。おい、来た。なめないでくれ。してみろ。来い。とっておき。なめるなよ。来いよ。よし、行くぞ。逃げるなら今のうちだぞ。俺の番か。やってやる。うん、こっち来いよな。強くなった気がするぜ。またいい女になっちゃった。誰か警察を呼んでください。カエレ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 。これで済むと思うな。今日の記憶は我々ブリーチジャパンの団結。ざまあ見ろ。二度と来んじゃない。ここは私たちの町よ。よくやったぞお前たち。見ててすっきりしたぞ。恩に着るぜ。ざまあ見ろっての。いい君。死んだ人間にあんだけの悪態つかれて黙っちゃいられねえよ。でもつい手が出ちゃって迷惑かけちゃったよね。迷惑なもんか。あれで吹っ切れて連中の本性も分かったしな。それに、それにもし警察が来ても俺らパクられる時は一緒だからな。いや、久しぶりにスカッとしたよ。連中にはいつも好き放題言われてるからさ。ああ、役立たずの清涼会に見せてやりたかったね。よせって、褒めすぎだよ、あんたら。いや、俺は今日の件で思い知ったね。結局自分たちの身は自分たちで守んなきゃなんねんだ。ヤクザのケツ持ちなんて当てにしてられん。だよな。清流会なんかよりこの人たちの方がよっぽど頼りになるってもんだ。恩に着るぜ。あんたらがいりゃ俺からも一緒に来たぞ。またスカッとやっつけてくれ。
かな。野々宮さん、鎌滝ですけど。あの、何か用でも？え？あ、いえ、面接じゃないんですが。あなたは？ああ、俺は春日ってんだ。一応この店に雇ってもらってたものなんだけど。店員さんですか。すみませんが、野々宮さんいらっしゃいますか？今日会う約束してたんですけど。え？ああ、いや、ひょっとして知らない？はい？その野々宮さんは亡くなったんだ。え？おい、この姉ちゃん白目向いてるぞ。しっかりしろ姉ちゃん。ちょっとは落ち着いた？すみません、ありがとうございます。ずっと電話がつながらなくて、何かあったかとは思っていたんですが、まさか亡くなっていたなんて。まあそりゃ驚くよな。ところで姉ちゃん、名前は？私はエリ。一番製菓という会社で社長をやってます。エリちゃんか。社長ってすげえな。若いのに大したもんだ。一番製菓っていいな。俺も名前一番って言うんだよ。春日一番、奇遇だな。そうなんですか。横浜で一番おいしい店にしたいっていう思いで祖父がつけた名前なんです。看板商品も一番せんべいで。へえ、食べてみてえな。それで野々宮さんとはどういう関係で？野々宮さんは私に代わってうちの会社の社長に就任してくれることになっていたんです。今日はその件でお伺いしたんですが。え、野々宮さんが社長に？あれ、ご存じない？ああ、だって姉ちゃんの会社一番製菓ってことはお菓子屋だろ。風俗じゃねえもんな。はい、もともとは祖父が作ったせんべい屋から始まった会社で、祖父が亡くなり父の代になってからは他のお菓子の販売や飲食店経営なんかも手掛けるようになったんです。美人町の中ではそこそこ有名で、そこそこ大きい会社に成長してたんです。けど実は3年前父が病気で亡くなってしまいまして、母も幼い頃に亡くなっているので後継者がいなくて。その頃私はまだ学生だったんですが、父や祖父の思いの詰まったこの会社をなくしたくなかったので、学校を辞めて私が継ぐことにしたんです。私なりに必死に勉強して頑張ったつもりなんですが、私は完全に素人ですし経営は苦しくなる一方でした。そんな中、甘い話を持ってきた詐欺師みたいな連中にあっさり騙されてしまって、そいつらにほとんどの店と授業を奪われてしまったんです。ひでえな。結局残ったのはせんべい屋だけ。本当、父や祖父に合わせる顔がありませんよ。借金もできてしまって、このまま続けてもさらに傷口が広がるだけ。そう思って不本意ながらもう一番成果を締めようと思っていたんです。でもそんな時、救いの手を差し伸べてくださったのが野々宮さんなんです。野々宮さんはもともとうちのせんべい屋の常連さんで、私が赤ちゃんの頃から娘のように可愛がってくださっていたんですけど、うちのピンチを聞きつけて協力を申し出てくれたんです。店の借金を全返済してくれて、その上で俺と一緒にこの会社を立て直してこのうまいせんべいの味を守ろうって。
へえ、野々宮さん、男気あるじゃねえか。見直したぜ。なあ、俺はてっきり野々宮さんは弱みにつけ込んで姉ちゃんをこの店で働かせるような人間だと思ってたぜ。他の人にはどうか知らないですけど、野々宮さん、私には優しかったから。しかしよ、いくら常連とはいえ社長を引き受けるなんていうか、もっと金を稼ぎたかったのかね。それもあると思うけど、多分あいつの夢のためよ。夢？うん、偉人町で大きな会社を経営する、それが昔からあいつの夢だったの。酔っ払った時に何度も聞かされたわ。でっかい会社を作って、この町に受け皿を作りたいんだってね。受け皿？偉人町は行き場をなくしたどん底な人間が集まる町。この町ですら居場所をなくしてしまった人間はもうどこでも生きていくことができない。だから俺はそんなどん底にいる行き場のない連中を全員受け入れられるようなでかい受け皿を作りたい。乙姫ランドもそういう思いでやってるんだってね。ご立派な考えじゃねえか。まあそんなこと言っておきながら、従業員に無理させまくるブラック経営をしてたくらいだから、どこまで本気だったのかわからないけどね。でも確かに、実際行き場のない俺たちを受け入れてくれたのはこの店だけだった。野々宮さんは本気だったんじゃねえかな。私も野々宮さんは本気だったと思います。じゃないとこんな金の匂いのしないせんべい屋引き受けてくれませんよ。もっとお金になる話は世の中にたくさんあるんですから。さて、じゃあ私はそろそろ帰ります。皆さんご迷惑かけてすみませんでした。でも会社はどうするの？閉めようと思います。私なんかが社長を続けていくのはやはりもう限界です。代わりの経営者が見つからないなら畳むしかないと思います。才覚のない私がこのまま経営したところで、遅かれ早かれ会社は潰れる。きっともう潮時なんですよ。姉ちゃんは本当にそれでいいのかよ。大切なお父さんたちとの思い出が詰まった会社なんだろ。嫌ですよ本当は。だって私の大好きなパパやおじいちゃんが一生懸命育てて守ってきた会社なんですから。でも野々宮さんにも頼れないし、赤字続きで従業員もほとんど離れてしまった。もう私には頼る人も打開策もないんです。どうしようもないんです。でも全ては身から出たサビ、悪い奴らに騙された私がいけないんです。何やってんだろう私、本当に情けない。エリちゃん、よし、わかった。え、何が？姉ちゃん、安心しろ。あんたの会社、俺たちが何とかしてやるぜ。はあ。え？いいんですか？おう、どんと任せておけって。ここで会ったのも何かの縁だ。名前も一番成果なんて、
運命感じるじゃねえかなあ。お前何言ってんだよ、本気か。だってよ、このまま放っておけねえだろ。かわいそうじゃねえか。それにこの町に受け皿を作りたいっていう野々宮さんの熱い思いに俺共感したんだよ。そりゃ俺も共感はするけどよ、経営なんてそんな甘いもんじゃねえんだぜ。分かってるさ。だけどよ、野々宮さんは俺たちの恩人だろ。行く場所のない俺たちを唯一受け入れてくれたのはあの人だぜ。俺は叶えてやりてんだよ、俺たちの恩人が志半ばで叶えられなかった夢をさ。それがあの人への恩返しになるんじゃねえかって思うんだよ、いっちゃん。恩返しか。お前らしいな。まあこうなったらどうせこいつは俺たちの言うことなんて聞かねえ。やってみりゃいいじゃねえか。応援してるぜ。ありがとう。ってあれ、足立さんやらないの？お前ならやれる。頑張れよ一番。町の人を救うなんて勇者みたいでかっこいいじゃねえか。一番ならできると思うわ。頑張ってね。おう、あのやっぱ俺だけ。春日さん、その本当にいいんですか？え、なお、男に二言はねえ。社長だろうが総理大臣だろうが大統領だろうが何だってやってやるぜ。ありがとう、本当にありがとうございます、春日さん。よう、よろしくな、エリちゃん。はい、それじゃあ早速うちの会社を見てもらえればと思うんですが、よろしいですか？わかった。よっ春日社長。よっ春日社長。よっ春日社長。お前らな。ここがうちの会社です。1階は販売所になっていて、細々とせんべいを売ってます。へえ、昔からここなのか。はい、ただ騙される前は従業員も多かったから、もっと大きなビルに移っていたんです。結局身ぐるみ剥がされて。さあなあ、ここが事務所か。狭くて。おー、エリちゃん。そう、春日さん、野々宮さんの代わりにうちの会。春日さん、体の鎌田とめじゃ、よろしゅう。とめさんか、春日一番だ、よろしくね。うん、ちょっと年がいっとるし変な髪型じゃが。ちょ、あ、その子は会社のマスク。さて、レクチャーさせていただきたい。経営の仕方を説明します。おう、それじゃあひとまず。
ね。反省しないとね。今回の営業結果です。これは厳しい。やべえ、大赤字じゃねえか。株価大幅ダウンだ。また這い上がってみせるぜ。ランキングがダウンしました。とまあこんな感じで営業を重ねていきます。どうです？なるほどな。今うちにはお金を使って足ります。じゃあそれをか、まあ、分かった。でもうちまた借金。彼氏俺はどうしました？いやというわけ少しえニック尾形エクセレント。一番の人を思う心すごく胸に刺さったよ。感動した。お安いご用さ、僕が君の会社に出資してあげよう。ほ、本当か？サンキュー、ニック尾形。だが僕も経営者の端くれ、無条件で金をばらまくほど甘い人間じゃないよ。出資するからには3つの条件を飲んでもらいたい。条件？ああ、それが飲めるなら。マジかよ。まず要はもしボランティア、よろしい。株価ランキング、会社の、まあ、期限は分かった。最後株価ランキング、まあ、それが やる交渉。まずはその分かった。感謝したよ。本当にありがとうな、ばあさん。すごいです。お礼なら資金を、そして、ああ100位以内か。難しいかもしれ。じゃあ春日さん。分かった。ニックさんの資金を使って。おう、それじゃあ早速。頑張るぞい。了解しました。いいわよ。
お世話になりました。残念ですが、また。よっしゃ、営業開始だ。ジャンジャが稼ぐとするいい、ね、まさかの。いいわね。いいわね。年寄りを責めないでおくれ。今回の営業結果です。これは厳しい。やべえ、大赤字じゃねえか。株がダウンだ。下がっちまったか。ランキングがダウンしました。前よりそうじゃな、人を未来を見す。一日だったな。そういや、明日はまた半品貿易講師のバイトか。今日は部屋に帰って寝るかな。そうしましょう。そうしましょうって言うでしょ、仲間だし。ほら、さっさと帰るわよ。まさかあいつ、それはあり…ねえ、お前できるわよ。じゃあ買い出しに行くから、なんちゃん荷物持ってよね。なんちゃんって仕方ねえな。きっと彼女は。でもな、応援な。じゃあ、シェイシェイ、次の人。100万元ね。ちょっと待ってて。あれ、足りない。監督さん、すみません。どうした？金庫のお金が足りません。何？今日は急な仕入れが立て込んだからな。ガーウィス、シャウトゥーダーシェンチンジェンディーラ、シャツ1、フゲ2万。喂，这个当初讲好的不一样吧？批发价会算你这么便宜，就是因为说好当场付现的。没钱的话，东西我们可要收回去了。知道了，我去银行取钱回来。34分钟后，你们再过来。这次可要准备好啊！放心了，相信我。そこで少し待ってろ。はい。あ？あの木箱は確か。なんだこれ？ただの紙じゃねえか。中華料理に紙なんて使うのか？知らねえよ。喂，钱筹好了没？お金はまだ。
不好意思，让你们久等了。偽札？あれは偽札に間違いない。まさかそんなことが。だってどう考えたっておかしいだろう。支払いの追加の金はどっから湧いて出てきたってんだ。銀行で下ろしてきたんじゃねえのか。いや、現場監督は2階に上がったき。でもやつ2階にでかい金庫があるんじゃないのか。だったら最初からその金庫からお金、うん、でもお金は出てきた。あの建物そこであの木箱の登場だ。箱の中身をあっけちゃったぶん。じゃあそのいくらなんでも大いや、これもかたそ俺もな現金払いにしたいのは偽札を。そしてレスな、むしろマブチは花から偽札の洗浄を目的に。まあ迎えたら銀だけとこれまかだつ。そんな危険を犯さなくたってサイコは今だっちわかっうまく足なんまあはい。ねえ、一番は昔ヤクザだったんでしょ。え、ああやっぱり怖い場面とかいっぱいあったんでしょ。辛くなかった。それ人それで怖いものが吹っ飛んじゃった。でも危険だって。平気よ平気さ、早く行こう。